はい、それでは遺作の3番、デス・ドゥワーですね、それについて解説をしていきたいと思います。遺作の3曲の中では、これが圧倒的に難しいです。かなり弾きにくい部類でもあると思います。手の広がりが、すごくある方の場合には、さほどという感じだとは思うんですけれども、私のように、ちょっと手が硬いタイプの人にとっては、結構難しいエチュードに入りますね。その、発展形としては例えば 10-2 の、こういうような、上と下というような弾き分けにつながっていくわけですね。でこの上と下の弾き分けっていうのは、結果的には重音をやっていることになるので、例えばモシコフスキーの、オーパス、91ですか、それの、20の練習曲の最後の曲とかに、こういうような曲があったりとか、あとは、72の方にも、13番ですかね、こういう感じになりますよね。そういうのをよく練習しておくと、このショパンに対しての予備として役に立つと思います。で重音を練習するときには、例えばこの遺作のエチュードが、くしくも提案しているように、片方のセーブをレガートで、片方のセーブをスタッカートで、それはよく、やる練習ですね。メロディーとして聴かせたい方を、特にレガートで、弾くのはすごくいい練習になりますので、このエチュード自体がその練習方法を字で言っているような感じになっています。アレグレットの3拍子、舞曲のような感じになっていますね。ドルチェで始まります。で内声をレガートで弾くわけですね。指使い、キール版は、すごくレガートに指でできる指が書いてあるので、参考にするといいかなと思うんですけれども、ペダルのことも考えて自分の手の広がりとかと、よく相談して、決めるのがいいと思います。こういう7の和音大事ですね。この時、響き、この弦
続音の補足が始まるわけですね。最後とかもよくこんな形でしたね。こういう風に変わっていきます。シンコペーション、デミネエンドで、1ばかりでクレッシェンド。
ですが、ということになっていますね。これは、おそらくこのあたりの曲を念頭に書かれたのではないかなと、思います。近いものがありますね。それから内声と外の引き分けという意味でも似ているので、まあ、こういう調の半音のズレはありますけれども、まあそんなような発想になっています。この曲は自分でしっかりと練習をしたことがないので、これから2回でちゃんとやりたいですね。では次回から練習に移っていきたいと思います。